アニメつるねのような綺麗な弾き方、形を身につける際に、もう一つ、覚えてほしいことがあります。それは綺麗な形で弾けている時っていうのは、右肘を動かしている時の肘の感覚が全然違うことです。これについては今から、結論をお話ししますので、ぜひ皆さんも、そのような感覚になるかっていうのを試してみてください。結論を言うと、綺麗な姿勢と形で開けてる時っていうのは、肘が引っ張られるかのように大きく弧を描いている動きです。で、悪い肘の引き方っていうのは、内起こしから第三に入った時に肘が何かしらガチッと張った感覚や固まった感覚があってからグッと引くと、その引き方でやるとどこかで形が崩れます。もしかしたら途中で形が崩れるかもしれないし、ある程度的中が出てからどこかの境にパタッと当たらなくなったりします。例えばですね、これを体感する方法として、皆さん右手をこういう風に 手を組んでください。で、最初にね、腕をこういう風に上げてもらっていいですか。普通にね、腕を上げるとですね、こうやって腕を上げると全然腕がこうやって上げる感覚しかないと思うんですよ。だけどこういう風に手を組んで、でこういうふうに腕をこういうふうに伸ばしてください。ここの手の付け根をですね、伸ばしてあげると胴がものすごく引き上がる力が強くなります。で、引き上がった状態を作って、こうやって下ろした状態で腕を上に上げてみてください。ほら、ここら辺がなんかちょっとなんかに引き上げられる感覚に変わりませんか。こうやって姿勢が変わったり、その時の立つ時の意識が変わると、次の肘を動かす時のこの肘の意識っていうのが全然変わるんです。で、多くの弓道連盟の指導というのは、第3で形を固めて肩に力を入れるか、手首で鶴の動きを抑えて引くかの2種類しか教わらないです。だから肘で引くを、肘に力をこもった引き方を肘で引くって解釈して、それで引くんです。で、今の引き方をやるとですね、肘っていうのは引き上げられるような感覚で、肩の関節っていうか腕の関節っていうのは横でもなく上でもなく、ちょっと斜めについて、だから正しい姿勢で腕を上にスッと上げていくとですね、肘っていうのは斜めに動きます。そう、ここまで聞いて実は、分かった人はもしかしたらいるかもしれませんが、正しい肘の使い方っていうのは、正しい姿勢を作ったらですね、肘をこうやって流されて固めるんではなくて、ずっとこういうふうに動かしていて、それで鶴に引っ張られて、結果肘が止まってるように見えてるんですよ。あ、なるほど、そうなんだと。肘を固めてるんじゃなくて、肘をこうやって動かせばいいんだ。それって張り上げるってことですよね。小笠原流でいう中力であったりとか、弓道の世界で言われる張り上げるってことですよねっていう話になると思うんですけど、それはね、全く違うんです。なんでかっていうと、今みたいに弓道連盟のその言われる張り上げるっていうのをやるけど、張り上げると肩も一緒に動くからです。正しい張り上げというのは、肘だけが斜め遠方に動くような感覚を得られながら、そのまま肩より後ろに収まっていきます。で、間違った肘の張り上げの仕方っていうのは、第3の時に自分で肘をもう一個上に上げようとして肩が上がってしまうんですよ。だからみんな張り上げで肩に力が入って、良くない引き方だなって思って、引き方を小さくするか、別のところを力まして違う感覚を得て、なんか稽古している感じかになってしまう。こういう風になってくると、ずーっと形が綺麗に整わないまま終わってしまいます。皆さん、つるねのように綺麗に弾きたくないですか。つるねのように綺麗に、綺麗な写真で弾いてですね、しっかり当てたいと、何よりも弓道を悠々弾いて迷いたくないと思った場合はですね、綺麗な肘の使い方を学ぶようにしてください。後日また具体的な詳細をお話ししたいと思います。ありがとうございました。